どうも、赤星です。赤崎。瀬尾です。赤星マシマシ TV! ということで始まりました。はい。昨年ドットコムのラーメン太郎五反田の陣さん。はい。です。一度ね、ご訪問させていただいて撮影しているんですけども、五反田駅から徒歩6分で、なんと東急の池上線の大崎広小路からだとですね、すぐのところにあるという感じでして、あの、ニンニク四天王の一角です。あの、それ誰が決めたんですか。あ、私です。はい。ということでね、ニンニクを準備していきたいという感じなんですけども、まずはね、こういった使うものをわーっと揃ってますよ。今回はね、もやしはもう2袋用意してます。あら。はい。でですね、今回これ買ったんです。みじん切りチョッパー、刻みニンニクを作成していきますということでね。あ、簡単にできる。はい。で、どんなになるのか、ちょっとしっかりと見ていきたいと思いますよ。はい、ね、ニンニクはね、これ10片ぐらい入れちゃいますね。すげえな。こうやって、あ、もう使って、もうカウントして一緒にね、10回プンプンするだけでですね。あ、そうなんですよ。おもちゃであったの。あったかもしれない。で、わーやってね、25、26、27、で、おしまいです。27プンプンさせていただいておりますね。30まではいかなかった。30まではいかないんですけど、なんかこんな感じ、ね、30回超えるとですね、おろしニンニクにもなっちゃうようなこともできるということで、あ、ギリギリ刻みで止めた。刻みで、はい、止めましたね。じゃあ、そうこうしてる間に実は湯煎してましたということで、あ、なるほど。結構ね、煮詰めていきますよということですが、15分です、大体15分でですね、先にこういったお椀を温めて、これザキさんがね、ご購入された。あ、そうなんですよ。はい、家系も作りたいと思って、青い器ね。青い器は大事ですからね。じゃあ、そんなことした間にね、麺を入れていきますが、ちょっとね、鍋がちっちゃいかもしれないということで。いや、あんのよ、うちに。でかいの。あえて使う麺なんで。あと、いつの間にかこう手前に移動してたりね、いろいろありますけども。じゃあ、そして今回、焼き野菜をね、ちょっと私、作っていきたいということで。野郎ラーメンみたいな。そうなんです、野郎ラーメンインスパイアね。こうやってもやしとキャベツを、もやし2袋のキャベツ1袋ということで、味付けはね、胡椒、塩胡椒は入れます。そこに、粗挽きタイプの黒胡椒。胡椒やっぱね、胡椒味付けすごいんで、野郎ラーメンってね。野郎ラーメンでしょ、これラーメン太郎でしょ。野郎太郎、野郎と太郎です。はい、味の素もかけていきます。お野菜の味付けでね、ラーメンの味全体が変わってくるということを学んだんで、はい、ね、しっかりと。走行してる間に、走行してる間に第2弾ということでね、スープが出来上がりましたけど、温めた器に入れていって、豚もドボンやっていきました。麺を上げていくぞ。これね、後ほど言いますけども、結構グラム入ってるんですよ、今回の麺。やっぱり宅麺のお店によって入れてくる麺の量違うんで、ね、ああ、なるほど。はい、今回はかなりの量ですね。ご指摘にもありましたが、麺をこう伸ばすときは一回こうやってね、折りたたむようにやっていくといいということでね。さあ、どんどん盛り付けていく。コールはなし。コールコールは自分で決めたので、デコデコね、心の中で、はい、増していきます。心の中でね、結構そうです。背負いに手伝ってもらってますから。あ、いや、そうなんだね。はい、まあ、そうだ。じゃあ、そして背脂もね、湯煎しておりました。一番上にこうやって上げてね、背脂です。はい。じゃあ、そしてあのニンニクを横に貼り付けタイプで、私のオリジナル返しをかけていく。いいですね。さあ、着丼となりました。こちらです。見た目はもうめちゃめちゃ汁物でしょ。いいよね、これね。よく盛れました。これ頂上の油はですね、乗せる前にちょっと砕いてですね、弾力を弱めにしてみましたね。ちなみにお店のこれ一杯なんだけど、はいはいはい、やっぱちょっと味がついてて、もわもわっとしてるというので、もう少し頑張れたかな、背脂、ね、もっと細かくして、はい、頑張りました。じゃあ、豚からね、いっちゃいましょう。ああ、どうした。ういね、自分なの。ちょっと、ね、興奮してしまいましたが、てかもうやっぱ運べないからキッチンで食ってる。キッチンで、はい、もうめちゃめちゃこぼれそうだったんでね、ほのかな豚の臭みが美味しい豚でございました、うん、ということでね、赤星返し効いた特濃油野菜です、うん、ね、野菜はね、これややシャキで
塩胡椒してあるんでそのまま食ってもうまいですよという。あ、なるほど。それは求めてたんで今回はね。おいしい。だから焼きで、ね、下の方までたどり着かないんでなかなかね。あの豚のこってり感、こってり感と醤油加減一緒にね、野菜食べてもおいしいんで、野菜の味薄めてもまあいいかもしれないですね、私の返しをかけた場合はね。いや、私の返し、まあ、他の人に該当しないんですよ。オリジナル返し作るのちょっとおすすめなんで、はい。これね、僕の会社はこれ動物性のやつが入ってないんで長持ちしますんでね、どんどんかけていきますね。はい、その通りです。スープ輝いてますね。油も適量入ってるんでこのスープの中。あ、はいはいはい、はい、だいぶ透き通った。あ、そうなんですよ。非乳化であり滑らかな口当たりも楽しめるという、スープでございますね。あ、麺は先ほど申し上げましたが納得の、なんと茹で前250ということで入ってるね。茹でたら結構なものになりますねという多めの麺です。ゆるやかなカーブを描く極太麺だったんですね。峠みたいなことですかね。うん、峠みたいな麺ですね。前の丸みを帯びた前の、そうなんですよ。イニディ麺ね。イニディ麺です。お店のあの強めの食感見事にお家で味わえる、うん、食べ応えがねありますね、ということで。まあトッピング、さあラーメン太郎では魚粉コールがなんと無料なので自分で用意しました、うん、なるほど。ただね、ラーメン屋さんの魚粉っていうのはね、うん、あのお店によって異なりまして結構、うん、煮干しをこう混ぜたあの混合魚粉にしてるところもあれば、はい、まあお店で言ったらカツオくんっていうようなカツオだけのところもあったり、太郎さんの場合はちょっとカツオ多めなような気がしてたんで、なるほど、のみのやつを買いましたけど、さあニンニクをね、やっぱりちょっとここは重要で攻めていかないとね。ブンブンチョッパーのニンニクトッピング第1号です。ね、おめでとう。ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパーというような、あ、はい、あの故障が あるみたいですけども、はい、その商品じゃないけどもちょっと言い方難しい。いや、何ブンブンチョッパーね、たくめん作るときはね、まあ、ニンニクないのありえないから、もうもし皆さん途中で、あ、まあ、ニンニク買ってないって気づいたらもう茹で途中でも買いに行ってください。いや、それは本当にそこまで必須なんで、伸びたところで、と言ってる間にごちそうさんでしたということで、いやー濃くて美味しかったですね。さあステータスなんですけども、84.56 というふうに出ましたが、はいはいはい、まあ濃そうに見えて濃さ濃かったと、結構良かった。その通り濃かったっていう。濃かったです。はい。良、はいはい、かったです。あれまだ2人は食ったことないです。ああ、僕もないですね。ないよね。はい、これありなんじゃないかなっていう、それぞれが。まあありっていうの食わしてくれるんだったら、ね。ああ、まあそうだね。やっぱいつも人いじめされちゃうからね。ああ、そうだね。やっぱ人いじめ、うん。やっぱりうちら共同生活してるから。はい。冷凍庫もね、スペースがあるからね。そうなんだよね。そこに今ね、赤星の宅麺がもうね、うん、あ、まあ確かに入りまくってるから。いや、そうなんだよな。そこをちょっとどうするかっていうところですよね。うん、え、なんの話だ。宅麺ってだってさ、やっぱさ、うん、高価なこともあり、はいはい、やっぱそれをどうしてもちょっとメインでレビューしたいなっていうのはあり、うん、まあまあ今この状況やっぱり宅麺がメインになってるから、ね。いや、そうなんですよね、うん、だからそこをちょっとどうしようかな。あ、なんだよ。あ、実はですね、はい、宅麺さん以外にもですね、うん、楽天のサイトとか、あ、楽天市場とかでもあるよね。そう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 、ヤフーサイトとかにしかない二郎系の商品っていうのも、通販のラーメンってね、宅麺に限らずいろいろある。そうそう、ちらほらあるんで、ちょっとそこら辺を利用してみたりとか。あ、じゃあ結局宅麺は食わしてくんないんですか。宅麺に関してはちょっともう、宅麺はもう俺のもんだと。いや、あ、分かった。こう、なんとお店によってですね、うん、ラーメンと混ぜそばと汁なしとかを、うん、出してるとこあるんですよ。あ、じゃあ調理法とか、調理法を変えて。そうなんですよ。なのでそれをちょっと購入していただいて、またやってほしいっていうのはありますね。ああ、その赤星が一旦あげた後に。そう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 、ね、どうすか。で、その2杯目、同じ店の2杯目としてそれはちょっとぜひやってほしい。こういった調理方法もあるぞって紹介。そう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 、まあ、でもまあ、ちゃんとオーソドックスは食えないってことですね。確かにね、結局もしかしたらきついから、まあ、ただ人知れず買って食いますとかそんなこともある、ね、そうです、まあ、それぐらい好きだからね。後半長くなってしまいましたが、まあまあこれからのね、この話し合いでもあって、ラーメン太郎さんね、五反田また行きたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、ごちそうさんです。
Thank you.